お疲れ様です。まあ吉田さんのね考えはね、もう十分私も分かった上でいろいろと発信してるんですけども、まあさじ加減ですよね。だからね、本当にこう売って逃げるなんてことはお互いもうないと思いますけども、その中で改めてこのタイミングを借りてね、少ない視聴者さんに訴えかけていきたいのは、売れればいいやって考えではないんですよね。でも仮に売れればいいやと思っても、売った後のこともちゃんと責任持てるからそこまでやるんだっていうことだと思うんですよ。お金受け取ったらはいさよならとかね、サポートするのめんどくさいなって気持ちは全くなくって、もちろんサポートがなければ新しい商品開発とか集客のために手を伸ばしたりとかっていうのができるんで、それはそれでいいんですけども、まあ商品購入してくださったらね、もう堂々とサポートを受けてほしいし、七面倒くさいこといくらでもねふっかけてほしいなと思うんですよ。まあそれがまあ喜びでもあるし、で結局ね、その対応できないこととか回答できないことっていうのもほとんどなくなったんで、もうめんどくさいみたいなことはないんですよね。こんな質問が来たらどうしようみたいなのなくって、何でも即回答なんですよ、でそのための時間確保もできるんで、それからなんかあれですよね、吉田さんもそうですけども、商品買う前にいろんなフリー動画見たりとか、一方的に無料コンテンツ見てもらったりとか、低価格の商品買ってもらって、もうすでにいろんなものが払拭された状態でメインコンテンツにこう入ってくるわけじゃないですか。だから多分購入した方の方でほとんどの疑問とかはないでしょうね。それでも疑問があるとしたら、かなり洗練された高いレベルの答えがいのあるものだと思うんで、私も今日ね、サポートでメッセージ来たんで、すぐに返信動画10分ぐらい撮って送ったんですけども、まあ満足度高いですよね。こっちとしても答えてもらった本、私もなんかね、何も言い残すことがないところまで回答できたんで、うん、商品売ってよかったなと思うことばかりです。ただ同時に速稼塾入塾をお断りした方も一昨日いるのも確かなんですよ。というのが、そのメールのやり取りがどうもね、ちょっと分かってないっていうかね、YouTube のコメント欄に速稼塾に入りたいって書いてあるんですよ。でメールでお申し込みくださいっていうふうに、まあ、コメント欄に書いたんですけども、メールが来なくって、コメント欄でのやり取りがずっと続くんですよね。あ、この人はダメだなと思いまして、ちょっと入塾の方は今のところコメント欄ではちょっとね前向きなことが書けなかったかなっていうところです。ただメールをいただいて、その中でやり取りをする中で頑張っていこうということであったら、多少ねやっぱこう誤解して受け取りやすい方でもちゃんと責任持ってサポートしようと思いますけどもね、まあ、ある程度ですよ。もう速稼塾最初に始める時でも、自分でメールアドレスが取れる方とかね、でネットビジネスで1万以上の売り上げ上げたことのない方っていうふうに、こちらでもやっぱこう、ね、ストライクゾーン決めてますし、ね、あまりにも外れた人っていうのは、まあ、そういうのをサポートしてる人にちょっとお任せするみたいな感じですか、まあでもね、さすがにメールアドレス取るのもお手伝いがいるようだったらちょっとね先が思えられるかなっていうところなんで、それは、もうちょっと網にかけない方がいいかなと思いますね。売れると思いますよ。メールアドレスを取るところから一緒にやりましょうって言っても、でも最低メールアドレスは自力で取れる方ね、自力でメールアドレスが取れるってことは、メールアドレスに何かね不具合があってちょっとこう開けない状態でもサブアドレスをちゃんと自分で取ってで挑んでくれる方だと思うんですよ。でそういうことを、自分のことにもそうだし、いろんな人がメールアドレスを持ってる限りそういうことが起きるんだろうなっていうのは、最低限のその認識がある方ですよね。最低限というのはあくまでもその速稼塾レベルの私が思う最低限ですけどね。はい、ということでございまして、やっぱり、しっかりとサポートできますよっていうことですね。いたし